小富木谷志坪之介くんは外国語学校の信濃科を卒業しはじめ銀座のなんとか洋行に勤めそれから鉄道省の役人になったり某生命保険会社の社員になったりしましたが。 生まれつき物事に飽きっぽいので三月と続けて同じ職業に従事することができませんでしたけれどその谷志君がたった一つだけ飽かないことがありますそれはすなわち探偵小説を読むことでして品ゴ以外に英語も達者でしたから手当たり次第に海外の探偵小説を読み役所だろうが会社だろうが仕事をそっちのけにして単独するのですから 自然いにくくなったのも無理はありませんもっとも谷ニシ君には親譲りの財産があって生活に差し支えないのですけれどブラブラしていてはろくなことを始めかねないだろうと友人たちが心配していっそ私立探偵になってはどうかとしきりに勧めましたので道くんも乗り気になって日本橋の慶長に女中と2人暮らしの、いわば形ばかりの探偵事務所を開いたのであります ところがいざ開業してみると、谷志シ君の予期とは違って、私立探偵というものは探偵小説で読むほどロマンチックなものではないとわかりました。日本ではまだ私立探偵なるものを一般世人が信用しないのか、あまり依頼者がありません。それかといって、探偵の御用はありませんかと個別訪問するわけにもいかず、また依頼もされぬのに事件のあったところへ押しかけてもいけず、 谷君は日々探偵小説を読むよりほか所作はありませんでしたすばらしい殺人事件でも起こってくれるといいがなあ毎朝そう思っては新聞を見るのでしたがたまたま評判になるような事件があっても警察の手に任されるだけでたとえ事件が迷宮に入っても誰も谷君のところへは依頼に来ませんでした 私立探偵ななんてつまらない実世界にはもっともっとローマンスがあっても良さそうであるのに一向ないじゃないかやっぱり探偵小説を読んで架空の探偵の活躍するのを見ていた方がどれほど面白いか知れやしない開業から一月経たつか経たぬに早谷君は私立探偵なるものに嫌気がさしました しかし、友人たちはもう少し辛抱せよと勧めましたので、しぶしぶながら退屈な日を暮らしておりました。すると、ある冬の日の午後のことです。谷志くんの事務所へ、一人の25、五6の男が息を弾ませながら逃げ込んできました。ああ、どうか助けてください。こう言いながら男は、 タニシ君の案内も待たず、つかつかと応接室に入り込み、ストーブの前の椅子にどかりと腰を下ろしました。男は帽子もかぶらねば、マントも着ていませんでした。あたかも誰かに追いかけられてきたかのようでしたが、誰も訪ねてくるものはなく、また、男はさほどそわそわする様子もありませんでした。目がはなはだ鋭く、髪がかなり伸び、頬は痩せこけていましたが、 何者ととも判断することがでできませんでした男は両手で頭を抱えながらまるでタニくんの存在に気づかぬかのようにああと深いため息をつきましたタニシ君はただあっけに取られて見ていましたがやがて「どうしたのです誰かに追われてきたのですか?」と尋ねました。 男はきょとんとした顔をしてタニシ君を見つめていましたがしばらくしてから悲しそうに両手で顔を覆いながら言いました僕の僕の恋人を世の中の人がみんなして奪おうとしています僕は悲しいですどうか助けてくださいこう言ったかと思うと男はすすい泣きを始めました 恋人とは誰ですかどこにいるのですかさあもっと心を落ち着けてお話しなさい男は涙に光る目をしばたたいて恋人はあそこにいますとガラス窓の方を刺しましたえと谷志くんはびっくりしました 外には北風がこの葉を揺すっているばかりで、人影などは見えませんでした。あれがわかりませんか僕の恋人は外で寒さに震えています。世の中の人はこぞって恋人を虐待します。ああ、かわいそうです。どれ、この暖かい部屋へ呼び入れてやりましょう。男はつと立って、 ガラス窓のそばへ歩み寄ってそれを開けましたさあお入りさぞ寒かったろうしかし何人も入っては来ませんでした谷地君はいささか気味が悪くなってぼんやりとして見ていましたすると間、ま、もなく男は窓を閉めて再び元の椅子に腰掛けましたどうしたのです 誰も入ってこないじゃないですか。これがわかりませんかこの可憐な恋人の姿が見えませんかああ、世の人は何という白状者ばかりでしょう。せっかく助けてもらおうと思ったあなたさえ僕の恋人をいじめようとするのですかおや貴様は恋人に接吻したな、こんちくしょう。 という間もなく男はタニシュ君に飛びかかりましたどたりと椅子ぐるみにタニシ君はリノリウム敷きの床の上へ仰向きに倒れました男はタニシ君の首を締めようとしましたのでタニシ君は全力を尽くして抵抗しましたとその時白い手術着をまとった男が同じく息を弾ませて入ってきましたがこの有様を見るなりたちまち踊りかかって 君に馬乗りになっている男を無理に引き離しましたいやどうもとんだご迷惑をかけてあい、すみませんでしたと手術着の男はわびました谷君はやっと起き上がってちりを払い一体どどうしたんですかと尋ねましたこの男は精神病者なんです 私はこの近所の S 病院の精神科の医院ですが宣告管理人が少し目を離した間にこの患者は逃げ出したのですどうも本当にお気の毒でした患者は急におとなしくなってうつむいて立っていました精神病者と聞いては谷志君も怒れずただ苦笑するばかりでしたこの人は一体誰に恋しているのですか ああ、それを言い出してあなたに暴行したのですか。みんな同じ手でやられるんですよ。それが実に奇抜なんです。なんだか、恋人が外で寒がっているから窓を開けて入れてやるのだと言いましたが、誰もいないので気味が悪くなりました。全くです。この患者の恋人は目に見えんのです。 え目に見えぬ恋人とは誰ですか空気なんですよ。空気を恋人にしているんです。空気と言ったきり谷主くんは二の句が告げぬほど呆れ返りました。 しかしこのことがあったからタニシ君は世の中を見る目が変わってきました実世界には自分のとても想像の及ばぬローマンスがあるのだと思い始めましたローマンスがあってもそれを人は見つけえないだけであると考えましたでタニシ君は明日から暇さえあれば町を散歩してローマンスを見つけようと決心したのであります翌日は好天気でしたから 谷市くんは朝飯を済ますとすぐ散歩に出ました。外上の人々はもちろん、電信柱までが何か大きな秘密を持っているように思えました。ふと、ワイ町の某委員の前を通ると、中から一人の人相の悪い男が空の薬瓶を手に持って出てきました。はてなあと谷市くんは考えました。病人ならば、 医員の中から空の薬瓶を持って出てくるはずがないこいつ怪しいぞそういえばあの顔は犯人型に属しているよし一つ後をつけてやろうこう決心した谷ニシ君は今にどんな素晴らしいローマンスが眼前に展開するかと燃えるような好奇心を持って 気づかれぬようについていてきました男はつけられていようとは夢にも知らず急ぎ足でせっせと歩いていきました犯罪者にししては恐ろしい度胸の座ったやつだこうつぶやいて谷志くんがたくさんの町を曲がってどしどしついていきますとやがて男は1軒の店へ入りました近寄ってみるとそれは ガラス機製造販売店でありましたああ、いけない犯罪者ではなかった瓶の見本を持って注文に来たんだ谷ニシ君の夢見たローマンスは見事に破れてしまいましたしかし谷ニシ君は悲観しませんでしたそうして実行の結果ローマンスの一番多かりそうな場所すなわち N 停車場へ行くことにしました停車場へ来てみると果たして大きな秘密を持っていそうな人がうじゃうじゃ集まっておりました「面白い面白い」白い「あそこの隅にいる女は両親の目を盗んで恋人のところへ会いに行くんだ」「あの背の高い男は銀行の金を使い込んで逃げるところだ」 それからあのばあさんは嫁をいじめ殺して、その嬉しさに今日はお寺へお礼参りに行ったんだ。このように先から先へ一人一人について考えていくと、タニくんは面白くてなりませんでした。タニくんの考えでは人間の直感ほど正確なものはない。初めて見たときこうだと考えたなら、 めったたにううもののでではないといとしたさっき薬瓶で間違ったのはなまじ推理を行ったからである何とかして自分の直感の正しいことを証明する方法はないかとしきりに眺め回していますとふと異様な人物が見つかりました一人のシナフをまとったシナ人が何かしきりに探すような封をしてあちらこちら小走りに歩き回っていました 君はそれを見てアヘンの密輸入者だと直感的に判断しましたそうしてその直感の頭皮を確かめてみようと決心しましたそこで谷君はつかつかとそのシナ人のそばに歩み寄り特定のシナゴを使って「もしあなたは何を探していますか?」 と尋ねました。シナ人は立ち止まり、タニシ君の顔を見て変な表情をしましたが、返事をしないでなんとなく落ち着かぬ様子を示しました。タニシ君は自分の直感の正しかったことに得意を感じながら、君は怪しい人間でしょう。僕にはよくわかっていますよ。幸いにシナ語は誰にもわかるまいから、 ここで僕にだけ本当のことを白状しなさい。男はみるみる顔色を変え、全身を震わせました。タニシ君はここだと思って、君はアヘンの密輸入者だろう。僕と一緒に来たまえ。こう言ってタニシ君は男の手を取ろうとしました。男は本能的に身を引きましたが、 その時にこりと笑い、あの失礼ですが便所はどこでしょうかと流ちょうな日本語で尋ねましたこの意外な言葉に谷志くんは倒れんばかりに面食らいましたさっきから何やらわからぬ言葉でお話でしたがあれはな子でしょうか私は九州人ですが 品服が好きだから着ているだけで品子はちっとも知りません。さっきから便所へ行きたくてならずしきりに探しましたが見つかりません。ご承知ならば教えていただけませんか。タしくんは背中に冷水をかけられたかのように思いながら便所のありかを教えてやりました。三。 直感というものにしみじみ絶望を感じて谷志くんが事務所へ帰ったのは午後3時過ぎでしたこのような儚い直感では到底探偵の資格はないと思って机の前にぐたりと腰を下ろしふとそばを見ると平素を愛読している石川政もちの「しみのすみか物語」が目につきました谷志くんは何気なくそれを手に取って広げてみると偶然桶屋の話が現れました 桶を作って売る男がある日激しい風の吹くのを見て崔くんに向かいお金持ちになる運が向いてきたから神だなげ豆苗をあげてくれという崔くんは不信を持って風が吹いて桶屋が繁盛するとはどういうわけですかと聞くと男は答えて風が吹けば砂ぼこりが起こって人の目に入り 眼病が流行って盲目ができる。盲目ができれば奉仕となるから三味線がいる三味線は猫の皮で作るから猫が殺される猫が殺されりゃネズミが増えるネズミが増えれば桶をかじる桶をかじれば桶屋が繁盛するではないかといった話であります。 タニチ君は思わず微笑しました。そうだ、探偵はこのコツだ。これは推理というよりもむしろ連想作用だ。探偵には推理や直感はなくても連想作用さえあればいいかもしれぬぞ。よーし、これからは探偵の際連想力を働かせてみよう。 こう決心した時激しく電話のベルが鳴り出したので受話器を取り上げて聞いてみると F 町の加藤という銀行家の夫人の声で盗難事件についてぜひ探偵をお願いしたいからすぐ来てほしいというのであったいよいよ連想力を働かす時期が来たわいと思いながら谷志君は探偵用の道具を入れたカバンを携えてあたふた加藤家を訪ねると 所長が出迎え応接室に案内され、まもなく夫人と対座しました。タニシ先生、本当によくおいでくださいました。先生ならばきっとこの事件を解決してくださるだろうと思ってお願いしたのでございますよ。ここだけのお話ですが、警察の人はまったくダメでございましてね。と夫人は先生と呼ばれて窮屈しているタニシ君を尻目にかけ。 一人で喋り続けました。もう事件が起こったから10日にもなりますけれど、未だに警察の手では犯人が上がりません。主人の書類の金庫から私の宝石類を盗まれたのでございますが、警察の人の言うには、犯人は家内のものか、または家の様子をよく知っているものらしいというのです。しかし何一つ手がかりは見つからなかったらしいのですよ。 ですからその手がかりを見つけていただきたいと思いまして先生をお願いしたのです先生ならばきっと見つけてくださいますわね警察の見つけえなかった手がかりを果たして見つけることができるだろうかそれも10日を過ぎていてはなおさら困難だこれはいっそ手よく断ろうかと思っていると夫人はさらに言葉を続けました 本当に私、先生をお呼びして、もう宝石が戻ったように安心しましたのよ。先生のお顔を見て、先生なら手がかりを見つけてくださるという確信を得ましたのですもの。さあ、どうか書斎まで来てくださいませ。金庫をお目にかけますから。引きずられるようにして、谷ニシ君は夫人の後から書斎へ入りました。見ると、 正面にラファエルのマドンナの絵の複製が額の中に入れて掲げられその下のところに問題の金庫が置かれその他には書棚やテーブルや椅子が並べられてありました谷志く君はつかつかと金庫のそばに寄り何よりも指紋を検査しようと思ってカバンの中から道具を取り出して用意の粉末を振りかけましたすると随分たくさんの指紋が現れましたが 中に左手の親指の指紋中に左手のの親指の指紋が一つ、特に谷志くんの注意を引き、谷志くんはこれこそ犯人の指紋だろうと思いました。お宅様は幾人暮らしですか主人と私と諸生と女中の4人暮らしでございます。それを聞いて谷志くんは直感的に諸生が怪しいと思いました。 ちょっと、諸星さんに来てもらってください。やがて諸星は夫人に伴われて入ってきました。君、左手を出してくれたまえ。と、谷君は諸星の左手の親指の指紋を取ろうと思って命令口調で申しました。諸星は左手を隠すようにして少しく躊躇しました。谷君は心の内で、 自分の想像の当たったことを喜びましたその時夫人が「早くお見せなさい」と注意したので書生はしぶしぶながら左手を谷志くんの方に差し出しました「ああ」と言って谷志くんは驚きましたそれもそのはず書生の左の親指は 根元から切り去らりりれておりました。ど、う、どうしたのですか、これは。小さいとき、マムシにかまれたので、医者が切り取ってくれました。と、書生は赤い顔をして答えました。もう、よろしい。と、谷志くんは、全身に冷や汗を流しながら書生を返しました。 直感はいけないのだ。そうだ、連想力を働かせるはずだったのだ。と谷地くんは我と我が心を知ったして金庫の扉を開け、内部を検査し、それから書類を眺め回しましたが、連想の種となるものは何一つありませんでした。金庫、宝石、犯人。 などと連想してみたところが犯人は誰だかわかりませんでした谷君はハンカチを出して額の汗を拭いほっと苦しさのため息を漏らしましたまあ先生どうやら手がかりを見つけてくださいましたようですわねうれしいですわどんな手がかりでしょうか手がかりってまだ何も見つかりませんいいえ 先生は隠していらっしゃるわ。ねえ先生、聞かせてください。タクが帰ったら喜ばせてやりたいですから。本当に、まだ何も。嘘ですよ。警察の人は手がかりを見つけなくても見つかったような風をしますが、先生は見つかってもそれを隠しておいでになるのですわ。私よく知っていますよ。ちゃんとお顔に書いてあるんですもの。 タニシ君は穴があらば入りたいような思いをしました。ねえ、先生。早く聞かせてください。絶対絶命です。タニシ君は何とか言わねばならぬと思い、苦しまぎれに。手がかりは、この額です。と言い放って、マドンナの像を刺しました。赤子を抱いたマドンナは、 タニシのの苦境をあざ笑っているかのように見えました夫人は意外な思いをしながらしばらくマドンナの像を見つめていましたがやがて「ああそうでしたかそこまでは気が付きませんでしたよ早速これから警察へ電話をかけます」と言いながら小走りに出て行きました。 でたらめの手がかりを警察へ知らせられてはたまるものではないと思い、谷志くんはこっそり抜け出して、一目散に逃げて帰りました。するとその夜、加藤夫人から電話がかかりました。先生は随分お人が悪い。黙ってお帰りになりましたのね。でも、おかげさまで犯人が知れて、宝石はみんな戻りました。 ええ、本当にそれは結構でした。どうして知れましたあら、先生が教えてくださったではありませんか。マドンナの学が手がかりで。へえ。と、谷ニシ君はびっくりしました。先生がマドンナの学だとおっしゃったとき、 私はあの絵の赤子を見て小学校時代を思い出し小学校にあった大きな白の木を思い出しましたそれから白砲木を思い出して千の女中を思い出しました千の女中はよく白を壊しましたからそれから千の女中の上布を思い出したんですよよく家ちへ来ましたが人相の悪い男でしたから主人も私も嫌って 女中に暇を出したんですで私はあの女中の丈夫こそ犯人に違いないと思い警察へ電話をかけて探してもらったところ果たして盗んだ宝石を持っておりましたそうです実際先生の警眼には驚きましたよ全く先生は名探偵でございますいずれゆっくりお礼に上がりますが とりあえずちょっとお知らせしました。さようなら。谷志君は狐に化かされたような顔をして、しばらくその場にぼんやり佇みました。しかし、このような大成功を収めたにもかかわらず、谷志坪のすけ君はどうしたわけか、翌日から私立探偵を廃業しました。ただしその後も、探偵小説に読みふけることだけは、 決して忘れませんでした。